皆さんこんにちは、ウルタナチャンネルの内藤です。ウィン、元気がすごいな。ありがとうございます。元気だな。やらせていただいてます。しばしばです。はい、どうですかあれは。ナイザップ。ナイザップは、ナイザップはそうですね、順調ですね。まあ、ナイザップ知らない人にまず説明すると、そう、ライザップっていうね、その体を鍛えるとこあって、僕は筋肉をつける方で今半年間ねやるって企画やってるんですよ。ライザップ痩せるイメージだけど、この間筋肉つける方で、今段階的には太ってきたよね。1回、そう、まず第一段階で77キロまで行きました。おお。そしてこの後減量期間になります。うん、なるほど。で、減量に入るとその痩せて脂肪をなくしていくと腹筋が割れて見えたりとか。そうだよね。ということで、ちょうど今日は何の日ですか。はい、11月29日オルタナ記念日でございます。違うんだよ、関係ないんだよ。いい肉の日です。11月29日、素晴らしい。これからはですね、タンパク質中心の生活なんですね。なるほど。なので肉だけを食べ続ける1週間生活をしたいと思います。いいですね。本当に一番いいのはタンパク質で、炭水化物も取っていいんだけど、脂質はもうできるだけ取りたくない。でそういった時には、まあ、やっぱ肉がいい。肉がいいってよく言うよね。だってさ、筋肉つけてる人ってさ、ステーキ屋行くじゃん。そう、いきなりステーキめっちゃ行ってる。で、赤身の肉を食べる。何がいいんですか。フィレ肉が一番。うわっ、フィレステーキ買ってきてます。ありがとうございます。はい、お値下げ品のこれが一番いいでしょ。そう、俺もいきなりステーキ行くんだけど、もう頼むのは毎回フィレで、付け合わせをブロッコリーに変えて。なるほどね、うん、ブロッコリーがいいね。ブロッコリー最高です。ということで今回は、まあ、内藤の検証というか、はい、1週間ステーキ中心の生活、はい、まあ、ステーキだけ食べ続けたらどれだけ痩せられるのか。そうだね、肉だけだったら痩せると思う、普通に。マジで。タンパク質だけだったら、やっぱね、太らないと思う。じゃあまず体重測っとく今の。オッケー。 T シャツ1枚で。そうだね、この格好ね。はい。あ、で、ポケットの中身は全部です。はい、あ、大丈夫。あの、やばい薬とか出さなくて大丈夫。あ、そうだそうだ。誰がだよ、誰がドラッグ漬けだ。やめさせてくれ。はい、よいしょ。さあ、75.8。 75だ。あれ、昨日からもう減量始まってんな。もう今日から本当に朝の朝食とかもそんな食べてないから、うん、あ、本当。もう今日の朝の時点からちょっと始まってる。75.8。 こっからどれぐらいいくの。70。 5キロ落としてちょうど70ぐらい。下手したら1週間でいくんじゃない。5キロいくかもしれない。俺本当にね、マジで体重落ちの早いと思う。じゃあということで早速、はい、ちょっとフィレステーキ食べますか。あ、いいんすか。もうここで食べて。はい、いただきます。すごいな、ワイルドがすぎるな。油もなるべく少なくして。早い早いな。まあでもこれは黒毛和牛の多分いい肉だから、そんなに焼かなくても。そうだね、 いい肉だと思う。だってもうサシが入ったもん、フィレで。そうでしょう、うん、見せるな、ステーキに肉を。ピンクに見せるな。吸いじゃったわ今。何だか。味付け塩コショウでシンプルにいきましょう。いや、本当にいい肉だな。よし、じゃあこれでできますか。買ったら高いですからね、多分。あ、買ったらっていうか、その食べに行ったら。そう、いきなりステーキ、本当にね、高い。2,000〜3,000円するもんね、だって。いや、しちゃう。やっぱ量頼むとそれぐらいしちゃう。これででも800円だから、まあ、作った方が多分安いっちゃ安いよね、さすがに。はい、できました。さあ、できました。はい。うますぎちゃう、これ。これ、超脂ちゃんと入ってるやつだから、うん、うますぎちゃう。これ、ダメ、脂質カットできてない。いきなりステーキの肉は脂質カットできてるの。頼む、注文できるそれを。できるできる。もう脂身のところカットしてもらって。ああ、フィレ肉でも本当に赤身の部分だけ。なるほどね、それ注文できるんだ。できるできる。まあだから内藤みたいに本当に筋肉つけてる人にはこれだと脂身を多すぎる。でも普通の人がこれだけ食べてご飯とか食べなかったらそれでも痩せる。痩せると思う。気はするね。ペロッといっちゃうじゃん。いや、そんな大食いはしてないよ。ということで、はい、1週間体重どう変化するのか、じゃあお願いします。はい、頑張ろうって言った。めちゃくちゃ疲れてるよ、急に。ということで、本日はいきなりステーキはいきなりステーキ、おっけな、おいしょ。いきなりステーキはいきなりステーキでございましても、なんと配達でもね、いきなりステーキは注文できるということで、今回は初めて配達で注文してみました。だけど頼むのはヒレステーキ、そちらの 300g 合成にいきたいと思いますよ。はい。そして今回はね、今夜ご飯はね、ちょっと糖質を抜いてます。ステーキだけでね、決めたいと思います。それがこちら、じゃじゃん。
まあ本当はね、店頭で食べるのが一番熱々で美味しいんですけど、まあ、配達してくれるって便利ですね。さあ、それではどのようなお味か。ほらほら見て、いただきます。店で食べた方がうまい。店で食べた熱々の方が美味しい。本当にいきなりステーキのヒレステーキね、みんな一回食べてみてください。結構高いんだけど本当にね、感動する。レアかミディアムレアで食べるとこんな柔らかいんだってびっくりする。え、お肉ってこんな柔らかいのみたいな。それくらいね、いきなりステーキは値段はね、張るけどでも美味しい。はい、ということであっという間に完食いたしました。やっぱ肉だけ食べてもなんていうの、体が軽いんだよね。炭水化物を食べるとお腹いっぱいになった時ちょっともう眠たいってなるけど、このステーキとか食べてもなんか眠くならないっていうか、体が軽い感じがして、俺的には1週間後ねちゃんと痩せてる気がします。おはようグレッド。今日は髪が寝てますね。ということで今日はですね、自炊でステーキを作っていきたいと思います。ドゥドゥドゥン、サラダチキン。筋トレしてる人は、ね、よく食べると思うんだけど、このチキンを焼いてチキンステーキ、チキンステーキを作りたいと思います。それでは早速、もう本当に簡単にね、焼いて、これがね、吉田ソース、グルメのタレ、これで味付けしてね、食べたいと思います。いただきます。いただきます。これね、筋肉にはいいんだけど、俺的にはね、これ食べるの相当きつい。苦手。やっぱタンパクすぎるから、どうしてもね、焼いて味をつけた方がね、食べやすいと思うんで、このソースにしよう。そしたらね、このタンパクなやつでも、美味しいステーキになりそう。贅沢に2ついっちゃおう。よし、じゃあ投入します。いってらっしゃい。ちょっと焦げ目をつけるぐらいね。ああ、うまくなさそう。普段はこれ焼かないでそのまま食べてるけど、焼いたらどうなんだかね、未知数。そうだ、ここにもうね、筋肉に素晴らしい食材をもう一品プラスしたいと思います。それは何か。はい、みんな大好きブロッコリー。アンデス高原で育てた色鮮やかなブロッコリー、こちらを投入していきたいと思う。僕の料理のね、ポイントっていうのは適当です。豪快に適当。お、いいよ。食べてりゃ何でもいいんだよ。みんな見て、まずそうでしょ。まあ普段はね、牛肉ばっかなんでね、たまには変えましょう。変えていきましょう。さあ、そしてこの味気ない食事を救ってくれるキャロライナハニー、こいつが全てを救ってくれるはず。俺は信じてるよ。これを全体的にかけてつけていきます。これで絡めていく。おー、キャロライナー。塩コショウ、遅いけど。はい、今日で完成です。スペシャル高タンパク筋肉に優しいお料理ステーキ。わおわおわお。果たして自分で作ったステーキのお味は。いただきます。うん、思ってたよりはうまい。めちゃめちゃうまいかって言ったらそうじゃない。ということで1週間経ちました。こちら決まっておりますね。スカちゃん、さすが変顔推し。どうでしたか。いや、どうだろう、顔見ててほしいんだけど。あ、確かにさ、痩せてない。痩せてる。マックスまで太ってきて、パンパンってコメントも来てたもんね。そう、コメントで顔めっちゃパンパンですねって来たんだけど、ナイト太ったみたいな。今結構なんか確かになってると思う。ちょっと痩せてる感じはする。そう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 、確かに細くなって。あれ、この髪型。いや、タンタじゃねえわ。どうでしたか。まあそうだね、まあ一つ懸念点は、いきなりステーキに行き過ぎてめちゃめちゃ食費が上がったっていう。高いんだよね。さあ、じゃあ何キロだっけ前の体重。35だっけ。おお、ガリガリだな。え、75.8。 75.8。 そう、一応脱ぎますか。いや、脱いだらさ。あ、そういうことね。見せますか。いや、怖い。おお、マッチョじゃん、もう。ヒサロにも通ってる。ヒサロは行ってない。いいです、絞られてきた。だんだんと。いいですよ、いいですよ、ガリガリから。いや、結構行ってんじゃないかな。顔がね、マジで細くなってきて。マジで。お腹はへっこんだよね、絶対的に。そうだね。太ったか、痩せたか。それではいきます。はい、あいしょ。お、踊り始めた。滝沢歌舞伎。お願いします。はい、いきます。
さあよいしょ、見えないだろ、いきますよ、はい、はい、どうぞ。お、74.9。 え？え？ 0.9 キロ0.9 あれ0.9キロ0.9キロ、まあ、だけどこれ普通に考えて肉をバクバク食べてるんだよ、うん、確かにこれなんか食事の量を変えるとかじゃなくて、うん、肉をいつも以上に食べてて、うん、1キロ痩せてるってことは確かにすごい、うん、肉はやっぱり痩せやすいっていうかステーキ食べ続けて、うん、あの空腹とかなしだもんね、だってそうそう、ただその測る前にめっちゃ痩せてるねみたいな、うん、ボディ2キロぐらい痩せてるかなっていうその振りがあったから、うん、あれっていう気持ちはちょっとなってるけど、あの俺もちょっと見てびっくりしたびっくりあれもっといってんじゃないかなと思ったでしょ、うん、あれもうちょっと痩せてるはずだなと思ったんだけど、うん、意外と変わってなくて、意外とこれが一番内心焦ってるから比較的に必死にフォローして必死にフォローして肉だけ食べてめっちゃ食べてる、あんだけ食べてますあんだけ食べてこれですからすごい焦ってんだからそんなに俺もあれってえって思ったもん。この後もまあ減量は続くんで、おなんでまあ肉中心の生活で、肉中心の生活ではい続けていきたいと思います。ちょっとなんかそんなにだったから、そうですね、僕にとってはサプライズでしたねもう普通にもうちょっといってると思ってた、何キロぐらいだと思ってた、普通に何キロぐらいだと思ってた、俺結構痩せやすいからしかも2キロぐらい以上は落ちてるかなと思ったけど、0.9 ってのは今までの中で一番変かなかったからステーキの歌だった気がするせっせっせステーキ素敵な煙を立てて煙せっせっせステーキみんなで行こう、いきなりステーキ。